第五代ギルフォード伯爵フレデリック・ノースは、イギリスの政治家、貴族。1798年から1805年にかけて、営業正論総督を務め、正論党を統治した。1766年2月7日に後に首相を務めるトーリー党の政治家、ノース教、フレデリック・ノースとその妻案の間の三男として、生まれる。長兄に、 第三代ギルフォード博位を継承するジョージ・ノース、時系に第四代ギルフォード博位を継承するフランシス・ノースがいる。イートン校を経て、オックスフォード大学へ進学し、1793年に民事法学博士号を得た。彼は、イギリス貴族としては、異例のギリシャ政教徒だった。1779年から1826年まで、財務省会計官を務める。 1792年から1794年にかけては、バンベリー選挙区から選出されて、ホイック等の庶民委員を務めた。1794年から1812年まで、ロンドン税関監査官、1795年から1797年まで、コルシカ党担当国務大臣を務めた。1798年から1805年にかけて、 英霊正論総督に就任し、正論党の統治に当たった。1801年には、ラジャカリア王室への奉公制度の廃止を宣言し、代わりに、低地で取れる農作物には5分の1、高地で取れた農作物には10分の1を税金として徴収することを決定した。また、マンナール湾近くに、官邸ドリックバンガローを建設した。 ここは西洋への輸出でかなりの利益を上げている真珠養殖を監督するための場所だった。さらにノースは自らサラガマカーストの長となり、また補佐役のロバート・アーバスの党からワカーストの長とした。司法面では最高裁判所や高等裁判所を設置することで総督の独裁を制限した。1817年に第5代ギルフォード伯爵位を継承し、 貴族院議員に列した。1827年10月14日に死去。生涯結婚せず子供もなかった。借位はいとこのフランシス・ノースが継承した。1817年1月11日の兄、フランシス・ノースの死去により以下の借位を継承した。ありがとうございます。